か。いつも使ってるのあれかな。こっちか。もっと柔らかいのないかな。すいません、ちょっといいですか。どうやったっけな。これかな。これより柔らかいのってどれなんですか。これが中圧なので、圧が、あ、違いますね、中圧すぎる圧だから、その下ですもんね。中圧、極圧だった気がそれが薄で、圧がきっと変わんないような気がするんですよね。そしたら、いや感覚でいいんですけど、はい、これあ、これじゃない、あ、これじゃない、これじゃない、あれ薄、多分これだな、これより、はい、柔らかいのはこっちになるんだ、はい、そうですね、こっちの方でも、あ、分厚い布のタイプですね。それが少し柔らかくはなりますね。あ、ただこっちの布は、よりかは硬いんですね。この下のもこのぐらいになっちゃうんですけど、あ、でも硬い不織布のくくりではない感じの。これを使って布を合わせていくと、はい、ミシンの針が入っていかなくなっちゃう時があるんですよ。はい、だからこれより薄いのを使いたいんだけど、はい、そうするとじゃあ、なんだっけ、これ紙のタイプでお探しだとかの辺で、布のタイプじゃない方がいいですかね。布でもいいんですけ ど, す、ね、ど、何が違うの、これと布って。布の方が馴染みはいいですね、うん、馴染みはいい、うん、なんか特になんかあんまり薄い生地にこういうの紙のタイプ貼ると結構パカパカな感じで、なんか折り目がついたりとかな感じになるので、あんまりこうなんか紙感を出したくないときは生地タイプとか使ったりとかしてるんですけど、 あとは、まあ、よく洗うものというかお洋服でも、ね、洗うときはこっちがいいってこと。布のタイプの方がそうですね。バッグとか、ね、あんまり洗わないんで、こうでかっちり仕上げたいときは、まあ、こちらでもいいんですけど、合わせる生地によってちょっとこう、ペカペカ感が。これは紙、紙ですね、はい、布が、布です。布の柔らかいの、これは、まあ、薄タイプですね。あ、これでもいいか。ちょっと張りがあって、あ、これだと変わんない、変わんないですね、うん。あ、じゃあこれにしよう。で、大丈夫ですかね。はい、柔らかさは出ますね。あ、やっぱ結構すんだな。そうです、幅も広いので、はい。こちらも50センチで半分ぐらいの幅しかないんですけど、これが丸々横あるので。うん、あ、布の方は1メーターなんだ。そうですね、はい、幅広いです。あ、じゃあこれ。狭いのだと、ここに、あ、これも長いですね。うん、なぜここに。あ、こっちの方が硬いかな、硬いな。薄と薄で同じ、一緒ですね、はい、
見てたみたい。あ、じゃあこれ2メーターください。2メーターで、はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、クリーンカード20。ありがとうございます。今回の会員さんお持ちですね、はい、あ、こちらがですね、1月、あ、まだ使えないんだ、はい、はい、ありがとうございます。会員さん、ありがとうございます、はい。うん、折らないで丸めてください。わかりました、はい、お会計が1746円でございます。はい、2000円お預かりします。はい、適当に巻いちゃって、はい、いいよ、テープで貼っちゃって大丈夫、うん、それの方が多分あのセロテープよりはいいと思いますので、はい、すいません、失礼します、すいません、お待たせいたしました。3メーターないんだ。